先生と助手のお父さんと、今日はハートミスティッカークレッソ5回目をやるよ。じゃあ1枚目開けます。かぶった。1回目もまたかぶりました。コンプリートできるかな。ポンちゃんアニメはかぶったけど、セイラちゃんはかぶりませんでした。パチパチパチ。3枚目開けます。あ、やった。アニメとかぶったやつ、くまちーとこみちゃんが歌ってるやつでした。アニメはもう揃いました。アニメは揃いました。イエーイ。もう一枚目開けます。やった。4枚目はこちら。2つとも揃いました。6番も出てない、1番も出てない。1番は私がずっと楽しみにしていました。最後の5回目開けます。あと 2枚なので、これが2枚揃ってたらコンプリート成功となります。どうかな。もう6、あー、もうドキドキする。寂しいけど、サチちゃんとヤツバちゃんが出ました。今回はこんな感じになりました。あと2枚だもん。まあアニメは揃ったのでいいと思います。あの20種類はそんな簡単じゃないか。5番も難しそうだけど、また6回目でやりたいと思います。ハートミラージュの映画が5月に決定されたみたいです。イエーイ。今回のハートミの映画は昔の時代みたいです。みんな割れそうになった変顔が好きです。あとはガールガールズの全国ツアーもやるみたいです。イエーイ。もし行けたら行きたいと思います。バイバイ。待ってみてね。